試合開始を待つばかりとなったスタジアムは大勢のサポーターに埋め尽くされました。勝負を制するのはどちらのチームか。スタジアムは素晴らしいコンディションになりました。今日の舞台はセントメリーズスタジアムです。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ノックアウトラウンドのこの一戦、サウサンプトンがジュニアーズと対戦します。このセカンドレグ、大方の予想ではホームチームが有利と見られているでしょう。アウェーチームはむしろ開き直って戦うと思わぬ結果を生み出すかもしれません。どんな展開が待っているのか期待して見ていきましょう。こちらがサウサンプトンの先発メンバーです。福西さん、4-5-1のフォーメーションでしょうか。はい、中盤の5人をより攻撃的な形に配置していますね。ここを中心にゲームを組み立ててくるでしょう。こちらがジュニアーズの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 ですね。前線に3人のフォワードを並べて相手にプレッシャーをかけます。さあキックオフ、サウサンプトンがボールを動かします。アダム・ララーニ、かなり押し込まれた位置でしたがうまく対応しました。ベン・チルエル、パスカット、攻守が入れ替わります。コルネ、ホイッスルが鳴ってファールです。選手に合わせてくるでしょうか。ショートコーナーですね。マイナスのクロスです。1点リードにできるか。早くも先制点を挙げました。マークがついていましたがしっかりシュートを決めましたね。何度見ても素晴らしいゴールです。さあジュニアーズのキックオフです。同点に追いつくためここから反撃開始となるのか。決定的なパスが通りそうでしたがインターセプトしました。カウンターアタックのチャンスです。ここはオフサイドフラッグが上がっています。受け手と出しての意思疎通ができていませんね。
もう少しパスを出すのを待つべきでした。アダム・ダラーン、絶好のチャンス、いい寄せです。スペースをロブパスで狙う、味方に通りそうです。いいカットです。ボールを奪いました。味方にパスを出します。味方のサポートを待つようですね。一旦キープしました。ラインを割ってゴールキックになりました。ここは後ろに下がっています。コルネ、このピンチはクリアでしのぎます。ここを起点にできるか。ジュニアス、敵陣へ攻め込んできました。いい攻撃を見せましたが、ここでボールを失います。これは読んでいたんでしょうか。前が空いている。慎重にボールを動かしています。チルウェル、ポゼッションが相手に移ります。ロブパスで裏を狙います。つながればチャンス。チルウェル、さてアディショナルタイムは1分ですか。ホイッスルで前半終了、ハーフタイムです。さあ1点リードされているジュニアーズのキックオフで後半がスタートしました。ディフェンスをかわした。いいタックルです。ボールがこぼれている。福西さん、ここはドリブルに入ります。不審の旗が上がりました。オフサイド。シュートだ。素晴らしい反応でキーパーがボールを弾き出します。
流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。ボールはエリアへ。ベン・チルウェル。福西さん、この選手ですが、前半を見る限り調子は良さそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。味方を使います。これはどうなりますか。ロブで裏を狙います。チャンスになりそうだ。オフサイドです。このタイミングで選手を変えてきました。ピッチに選手が入ります。ジュニアズ、ここでボールを失います。試合終了まであと20分です。短いパスをつなぎ様子を伺っています。ここは抜いてきた。強力なシュートでしたが少しだけ横にそれてしまいました。さて、ここで選手交代です。ボールを失った。菅原。ダラン。ここでインターセプト。ナイスカットです。試合終了まで10分も切りました。菅原。裏へのいいボールです。このチャンスにスタジアムもがぜん盛り上がっています。会場の雰囲気が選手を後押ししてくれていますね。試合終了まであと5分。現在スコアは1点差です。さあ、かわしてきた。キーパーが外に弾き出しました。しかしあれを止められるとは思ってなかったでしょうね。セーブされてなければ終盤リードを広げられたんですけどね。ダニク。最後の攻撃になるかもしれません。同点に追いつけるか。
相手のパスをカット。打てるか、マイナスのクロスを入れた。ここで試合終了のホイッスル。これでチームは次のラウンドに進出です。いや、接戦を見事にものにしましたね。最後はどうなるかと思いましたが、一塁リードを守りきりました。これだけいいサッカーを披露したわけですから、次のラウンドも自信を持ってプレーできると思いますよ。それでは注目の選手のプレーを振り返ってみましょう。福西さん、周りを十分納得させるだけのものがありましたね。今日もよく貢献していましたね。この人が好調だと。Some questions regarding the match.